これまでの滅亡の光は熊本、残り時間は分かるか。鉄夫は気になっていた地球に残された時間を尋ねた。与えられた時間を理解した上で作戦を考案するのが軍人としての基本だった。鉄夫が携行していた時計はすでに破砕され、鉄夫は熊本の防弾ベストの裏に装備されていた時計をひったくるように見た。惑星破壊兵器が地球に到達するまで残り12時間を切っていた。惑星破壊兵器内部制御室、誰もいないようだな。リベラ率いるソフトキル部隊は制御室の中に侵入していた。先導するリベラの所作は的確で、すぐさま制御室周辺に兵を配置し、短距離通信を駆使しながら防備を固めた。いつ敵の死角がなだれ込んでくるかもわからず、部隊の面々は制御室の周辺やそれに至る通路で惑星破壊兵器の謎が解き明かされるのを待った。その謎を解き明かすのは自分とカルビンだという重圧がファーイーストを災難だが、怯えそうになる心の傍らには常にハーレンとデモーナがいた。彼らの声で前に進み、すべきことをやれとファーイーストを支えてくれているようだった。いつ何が来るかわからない、素早く調べろ。リベラの声にファーイーストは深呼吸しうなずく。制御室と呼ばれる部屋は間違いなく人が使うことを想定して設計されていた。不気味に光る制御室は円形で、壁面には何かによって投影された立体パネルが中空に浮かんでいる。それらのパネルに映される文字や図形はファーイーストには理解できなかったが、最大漏らさずこの制御室の記録を映像に保存していた。中空に浮かぶ文字はザナ語でも銀河帝国語でもなかった。ザナ製の分析機を使用しても結果は変わらず、パネルに使用される言語は騎士種族であるログザリオや超新星の傍らに住むベイヤビナ、万族とされる M101 の言語とも異なっていた。しかしそれでいてその言語は不思議と初めて見るものでもないようにファーイーストは感じた。この言語が読めれば惑星破壊兵器の謎がわかるだろうかと内心考えた時だった。カルビンがファーイーストの肩を叩き、部屋の中央のコンソールを指す。そのコンソールはひときわ明るく輝いており、制御室の中に浮かぶ塵を浮き立たせていた。制御室全体を明るく照らしており、空間に多数の光点を浮かばせている。惑星破壊兵器の内容にいるという事実を除けば、まるでプラネタリウムのショーを見ているかのようだった。綺麗だ。場違いな感覚であると分かっていながら、ファーイーストはその幻想的な光点の輝きを見つめた。何か分からないのか。リベラが悪態をつく。制御室に来た目的は惑星破壊兵器の制御、内部自爆、軌道変更、フィールド解除などだった。カルビンがうなずき、コンソールやパネルに触り、アクセスを試みる。ザナ製の分析機も総動員するが、カルビンが首を横に振る。ここは制御室なんかじゃないよ、ファーイースト。監視室だ。カルビンは表情を険しくし、指を指しながら説明する。モニタも、パネルも、あらゆる外部からの操作を受け付けないとのことだった。おそらくより高度で正確なハッキング技術があれば可能だったが、それはボルブレーメンでスクランブリング技術を習得していたカルビンですら不可能な話だった。外部への通信は遮断されているため、あらゆる相談も不可能だった。ここには誰かいたんだ。誰かがずっと見ていた。惑星破壊兵器が進行するのを。そうでなくてはこの部屋の意味がない。カルビンが震える声で振り返り、部屋の中央を見つめる。ファーイーストも釣られ、部屋の中央に備えられた無数の光点を映し出すコンソールを見つめた。その光点は数千、数万にも及び、白い光を立体的に灯し出していた。その中では赤い線が夜光中のように飛び回り、ファーイーストはこの光点の立体図に何の意味があるのかを考えた。どこかでこれを見たことがある気がする。無数の光点の中に夜光中のような軌跡を残す多数の赤い線を覆い、ファーイーストは見慣れた光点を見つけた。大きな光点を中心に8つの光点が周回する。カルビン、これは星図だ。それに気づいたファーイーストはこの光点の意味を理解した。8つの光点が周回するのは太陽系。
光点の大きさと明るさは惑星の大きさと知的生命体の有無を示している。その中でひときわ明るく輝いているのは内側から3番目の惑星、地球だ。そのすぐそばには赤い光点が存在し、それは惑星破壊兵器を意味しているに違いなかった。赤い軌跡は確かに太陽系内を移動していたことを示していた。太陽系には赤い光点が2つあり、そのうちの1つは黒く塗り込められていた。おそらくは1機目の惑星破壊兵器を示している。そして2機目は明るい赤で光っていた。もしこの赤い軌跡が惑星破壊兵器を示しているのなら、この星図のそこここを赤く照らしている存在、それら全てが惑星破壊兵器ということになる。カルビンは星図を見つめていたが、すぐに理解できず分析機を取り出した。だがファーイーストは機械に頼らずとも理解していた。6年前デモーナから教えてもらい、毎晩食い入るように見ていた銀河間勢力の星図は忘れもしなかった。文字がなくともファーイーストは星の配置から星図を読み解くことができた。ファーイーストは目を凝らした。赤い軌跡をたどり太陽系外へと視線を移した。この星図はデフォルメされており、知的生命体の所在を示す恒星系を中心に構成されているようだった。ファーイーストは別の光点の集合体に見知った銀河を見つけた。ザナ星間共和国が存在するベルガ集合銀河群、そしてその隣には銀河帝国を構成するルンジュ密集銀河群、その周辺に多数の赤い軌跡が並んでいる。そして隣り合う騎士星団もリア超新星もファーイーストは見つけることができた。一体何が起きているのか。赤い軌跡はあらゆる知的生命体が存在する銀河系の近くに存在していた。この全てが、ファーイーストがつぶやき、カルビンもようやく星図の意味が理解できたようだった。この赤い軌跡は進行ルートなのか移送ルートなのか、ファーイーストにはわからない。しかしこれら赤い光点が全て惑星破壊兵器を示していることは間違いなさそうだった。あるいはこの星図は他に何かおぞましい事実を示しているのか、考えを紡ごうとした時だった。直後、リベラが慌ただしく動き始める。制御室の周辺を固める部隊から短距離通信が入り、何かが接近しているのだという。ファーイーストの遠くから銃声が聞こえる。駆け足で向かってきたリベラにファーイーストはうなずき説明を始めた。この星図が宇宙の惑星破壊兵器の居場所を示していること、そしてファーイーストが知るところの知的生命体の領域の付近に惑星破壊兵器が存在していること、リベラは特に表情を変えなかったが、発せられた声に感情を乗せていた。お前たちザナはこのことを知っていたのか。お前たちの銀河の近辺に惑星破壊兵器が遊翼していること。カルビンが首を横に振るのを見たリベラは続ける。わかった。ならこの情報を艦隊のお偉いさんに伝えろ。銀河帝国の連中もこのことを知れば少しは考え直すかもしれん。お前はこの戦いの鍵を手に入れた。そして俺はその鍵を、お前を生きて艦隊に戻す義務がある。フィールドに阻まれ長距離通信が使えない中、ファーイーストがこの情報を艦隊に伝達する手段は一つだった。フィールド発生装置が破壊された後に惑星破壊兵器から離脱することだけだ。第一小隊は俺に続け。第二第三小隊はこの場を死しろ。この構造を必ず生きて返すぞ。銃声が響き、ファーイーストは星図の意味を理解しきることもないままリベラに連れられ制御室を後にした。命の危険が迫っている中、ファーイーストはあの星図の意味だけが気になっていた。地球軌道上、銀河帝国艦隊副将ヌルベイの敗北により地球軌道上の戦いは終わった。3000隻で来襲した銀河帝国艦隊は数十隻を残し四方に遁走していった。500隻あったビクトル艦隊もまた90隻程度にまで減り、半数以上が戦闘不能状態に陥った。地球艦隊の損害は旧型試作艦艇も含め約1000隻に上った。それでもようやく地球への直接攻撃を止めることができていた。早急に艦隊の救助活動を。目の前に広がる惨状に首を横に振りながらジャスティンは艦隊に命じた。地球の被害の拡大を抑えることができたものの、地球を守るための戦いで結果的に多くのザナ人が命を落とすことになった。加えて増援艦隊の被害拡大の事実がジャスティンの心を蝕んでいた。地球の市民、いや自らの家族の危険を感じ、目の前の戦力を必要以上に浪費させ犠牲者を出したのではないか。この短時間と残り時間で最終防衛戦を担う艦隊戦績を喪失したという被害は大きすぎた。ジャスティンには一人でも多くの生存者を探し生かす義務があった。また
宇宙艦隊船の残骸が地表に損害を与える可能性があるため艦の残骸の破壊が求められた。敵将の狙いはそれに違いなかった。戦いの結果がどうなろうと、ビクトル艦隊と地球艦隊は分断された戦場で戦後処理に時間を費やすことになるからだ。ジャスティン総司令、作戦会議が始まります。機関タイコンデロガで急遽招集された作戦会議で、ジャスティンはザナ艦隊の代表者に視線を向ける。そこにビクトルの姿はなかった。指揮権を移譲された者はビルヘルムと名乗った。ヌルベイとの戦いによりビクトルは集中医療室で治療を受けていたからだ。艦は中央リアクターを破損し、大規模な艦隊ワープ能力やステルス機能を喪失していた。残存するザナ艦隊も度重なる艦隊ワープと艦隊戦で予備粒子すら使い果たし、艦隊ワープを実行するほどの余力はもう残っていないという。惑星破壊兵器の地球到達まで残り10時間。少なくとも残存するザナ艦隊の粒子量が回復する3時間は足止めを食らうこととなっていた。このままでは孤立したマルタンが危険だった。その事実に艦隊の面々は探索し、各指揮官は艦隊ワープを早期に実行する方策の検討を始めていたところだった。総司令、案があります。残り10時間の限られた時間の中で挙手したのはジョーンズ博士だった。地球艦隊の疑似異性機関をザナ艦隊に移植するのです。そんなことができるのか、ジャスティンが問う。他の指揮官も同じように疑問が浮かんでいるようだった。おそらく疑似とはいえ元は同じ技術。そもそも我々地球軍が開発した疑似異性機関は6年前月面に落着したザナ艦から取得した緑の粒子を発生させる異性機関をもとに作られています。今のタイコンデロガや虚言に積まれているように、疑似異性機関も少しの改造でザナ艦へのエネルギー補充ができるはずです。地球艦隊4000隻をワープさせるためには最低10隻のザナ艦のエネルギーを充填する必要があります。このままエネルギー回復を待てば3時間、しかしこの移植が成功すれば1時間に短縮できる計算です。ジョーンズの案はザナ艦隊の承認のもと即座に実行に移された。あと1時間、じれるな。人気のなくなった作戦室でジャスティンはため息をついていった。残り10時間で全ての決着はつく。心のどこかで重圧からの解放を期待していたが、同時に目の前の現実も直視せざるを得なかった。冷めてしまった合成コーヒーをすすり、ジャスティンは不思議とそれをうまいと感じることができた。沈黙の中、作戦室に残っていた南はいつものようにはつらつと返す。今は気を沈めるしかありません。うなずいたジャスティンは南の瞳の奥底で何かが揺らいでいるように見えた。さっきの銀河帝国の攻撃で地球では数知れない犠牲者が出た。ジャスティンと南も家族の安否すら確認できていない状況だった。友人や家族、そうしたつながりが人を人たらしめていることに気づいた頃には全てが遅かった。地球は今悲鳴と混乱で覆われているに違いない。艦隊においても自らの判断の影響もあり、多大な犠牲を被った。地球を救いたいという強い気持ちの結果得られた戦果は適切なものだったかどうか、ジャスティンは呪文を繰り返していた。その時だった。私情を挟むつもりはありませんが、私の旧友高須艦長が亡くなりました。南の沈痛な表情をジャスティンは見逃さなかった。高須の名前はジャスティンも聞いたことがあった。第5次世界大戦で南の上官として戦い、その後大怪我を負い、管理職として地球軌道に残っていた軍人だ。南はそれ以上何も言わなかったが、ジャスティンが援護を命令した増援艦隊に含まれていたのは間違いなかった。失われた戦績の代償は大きかった。地球を、そして家族を守りたいという一心で判断した結果、不必要と言える犠牲者を出した。最も信頼できる右腕の大事な人間を失わせてしまった。人は結果を先読みすることはできるが、実際に起きないとその影響の大きさを正しく理解することはできない。
申し訳ない。とジャスティンは小さな声で返した。ジャスティンは考えさせられた。首を横に振る南を見つめながら、これまでどれだけ周囲の人間のことを資料できていただろうかと。アレンと死別してから家族のことを考え続けてきたつもりだ。だが、共に戦ってきた者たちの家族や友人、大事な人たちのことをどれだけ考えられてきただろう。彼らを守るためにできる最大限の選択肢を取れてきただろうか。地球を守るための艦隊とはいえ、彼らも同じ一つの命だ。勝てます。去年。南がぼそりとつぶやいた。普段こういった弱音を吐かない南の言動に、ジャスティンは再び動じた。南はジャスティンをまっすぐ見つめていた。その瞳に込められた意志の強さが、戯れに効いたのではないことを語っていた。そうでなくては、ここまで感情を捨て去って、軍人に、徹した意味も。絞り出すように漏れた南の声には、35日に及ぶ苦痛と、市場を捨て去り、最後まで戦うしかなかった、悲哀が込められていた。作戦室のモニターが映し出す地球の青い光に照らされて、ジャスティンは即答できない自分を嫌悪した。機械音のみが響き、沈黙がひどく重かった。皆に等しく大事な人間と守るべき人間がいて、生きることで誰かを幸せにすることができる。そう考えれば、ウッドウォードのように最初から勝つことを諦め、逃げることだけを考えるべきだったのかもしれない。どこかで最初から、この戦いの結果は分かっていたのかもしれない。そう、同調しそうになったとき、南の瞳がそれを強く否定したように感じられた。ただ、誰かに勝てると、高らかに宣言してほしい。そう訴えているように見えた。ジャスティンは反射的に南の瞳を地球に重ね、ワシントンが襲撃され、翌日12000隻で出撃した日のことを思い出した。この戦いはまだ終わっていない。何があろうと残り10時間、抗い続けなければならない。私はその旗を最後まで振り続けるために、ここにいる。勝てる!ジャスティンは自身に誓うように万感を込めていった。我々が最後まで諦めなければ。惑星破壊兵器内部。ゴライアス携行式多目的ミサイルランチャーを右腕だけで持ち上げた鉄夫は、熊本の声にすぐに反応しなかった。元からそうすることが決まっていたかのように、鉄夫は淡々と装填の確認を行う。鉄夫と熊本は今、フィールド発生装置がある領域、通称、中枢にいる。今わかっている情報は、中枢中心部の半径500メートル以内に近づけば、自動迎撃システムにより一瞬で溶かされてしまうということだ。境界線は先に死んでいった遺体の位置を見れば察することができた。死角なき中枢の中心部に佇むフィールド発生装置は、鉄夫と熊本から約500メートルの距離があり、狙撃兵器を試し撃ちして確認することができた。これ以上立ち往生することは鉄夫には耐えられなかった。やる。しばし時間が経ってから鉄夫は無表情でそう言った。熊本には作戦の成功は不可能に思え、また何よりもこの状況で鉄夫の身に危険を及ぼすことに賛同できなかった。リスクは最低限にし、フィールド発生装置を破壊できる作戦を考えるべきだと反論した。だが鉄夫は首を横に振って、そんな作戦はない、と言い切った。連隊長の決意に、熊本はそれ以上何も言わなかった。サブプランとして与えられた任務を忠実にこなすしか選択の余地がなかった。鉄夫は大きく深呼吸した。戦場で弱気なことを考えるのは好きではなかったが、これまでの人生が思い出された。一言で言えば、戦いに明け暮れた人生だった。第五次世界大戦前から陸戦兵として実戦を積み上げ、数々の任務を遂行してきた。楽だったと思える戦いは一つもなかった。それでも目の前にある任務をこなし、母国に帰ることが生きる意義だと信じ、ここまで進んできた。生涯の伴侶と出会い、ようやく子宝にも恵まれた矢先、この戦いは始まった。これまでと同じく戦争の詳しい背景はよくわからなかったが、地球を守るための戦いに参加できて光栄だとさえ思えた。戦力になりたいと願った。唯一異なっているのは、戦う場所が変わっただけのはずだった。だが、今ならこう断言できる。俺は変わった。周囲からは筋肉でできた鋼のような男と言われ続けてきたが、今は違う。心の底からこう思えた。家に帰りたいと。母国に帰り、家庭を築きたい。せめて子供の顔を見たい。それが率直な気持ちだった。戦争は人心を摩耗させ、感情を奪い取る怪物だ。振り返れば、戦争によって誰かを幸せにした記憶などなかった。国民が勝利に喜ぶ姿は、将兵に無意識に刻まれた虚像に過ぎない。
誰かに洗脳されていたのか、そう自身を信じ込ませようとしてきたのかはわからないが、それを渇望して戦ってきた。今更ながらに生活するための手段として軍隊に入隊するしかなかった自分と時代に対して、底のない悔しさを感じた。できることならば戦争のない時代に生まれたかった。熊本、これを最後の戦いにしよう。鉄夫は自身に語るようにそうつぶやいた。惑星破壊兵器外部マルタン艦隊、マルタン総司令、すでに400隻以上が大破。このままでは敵機関一隻に。副艦の声と同時にマルタンの視界が爆風に覆われる。残存するザナ艦隊900隻が形成した機関防御陣は瓦解し、半数近くが大破に追い込まれている。運河のごとく展開されたオートマトンもアズマイルの連続射撃と銀河帝国艦隊の艦砲射撃でその数を急激に減らしていった。前衛艦隊のフィールドは貫通されつつあり、マルタンの前方を守る艦の防壁は崩れ、防衛線がほころび始めていた。アローレイレーザーによる敵機関の高圧レーザーとの相殺は失敗し、100隻以上の残骸が前方を漂う結果となっている。充電完了まで残り2割です。これでは間に合わない。マルタンが甲冑に舌打ちした瞬間だった。防衛線を突破した紫色のレーザーが再び充電中の隙をさらすマルタンに打ち込まれた。前衛艦隊の相殺により威力は半減していたものの、高圧レーザーの直撃は艦首側面装甲を削り飛ばし、アナイア粒子電動系統を機能停止に追い込む。船体に激震が走り、マルタンが対応策を取ろうとした時には遅かった。装甲の奥深くに内蔵される式ブリッジの側面パネルが火を吹き、マルタンは司令席から吹き飛ばされる。爆風の勢いにマルタンはコンソールパネルに叩きつけられ、口の中に血の味が走るのを感じた。まだ終われない。まだ理想を叶えていない。虐殺者マルタン。朦朧とする意識の中でアトバースの声が響く。倒れ込んだマルタンは顔を上げ、前方モニターに映ったアトバースに視線を移す。気絶に歪み、察することのできない表情はマルタンに理想の終焉を感じさせた。私の悪夢がやっと終わる。やっとだ。これで人間に戻ることができる。貴様は死によって罪を償うのだ。すべて終わらせよう、マルタン。マルタンは痛む体に鞭を打ち、力を振り絞り、負傷した副官を見つける。副官がマルタンの視線に気づき、口を動かす。充填完了を示すその動きに、マルタンは全身を声にして叫んだ。チャージドアローレイレーザー撃て！マルタンの口から血が飛び散り、汗を撒き散らしながら、烈白の方向が画面越しのアトバースに届く。機関が鳴動し、充填された粒子が圧縮される音が、マルタンの自打を震わせる。高まっていくと思えた機関音だったが、突如停止し、警報音が代わりに鳴り響く。電動システム破損。その報告を聞いた瞬間、マルタンの全身から力が抜ける。負けた。奴の言う通り、私は罪人なのかもしれない。滅びゆくデュントスの最後の姿を、マルタンは不意にまぶたに浮かべた。次回、滅亡の光は。